はい、ジョニエン TV 生放送始まりました。おはようございます。今日はですね、京都からまたお届けしておりますが、こちらはでかいの、はい、こちらステージになっておりますが、今日はですね、京都の方ですね、ラジオスターさんの、出演ということですね。25日になります。日曜日ですね、ですけども、小岩の方は見ざるというですね、京都店店長のゆうすけ君も在籍したバンド、オールディーズバンドですね。ロックノールとかまあ、こちらもロックノールオールディーズやっておりましたが、僕の方はちょっと間で、ちらっと抜けてですね、とある場所に行って、ポンさんという、ね、ミュージシャンがいて、その方を紹介していただいたんですけども、そうですね、ポンさんはビートルズ業界もあり、まあ、なんかケントスとかオールディーズ業界のもやってたということでですね、先ほど紹介していただきまして、ここにも見に来ていただいてですね、まあ、1曲2曲披露していただいたんですけども、まあ、来月からですね、定期的に出ていただくということで、すごくいい話をね、かなり実力の持ち主もですね、楽しみにしております。そういうつながりができて、まあ、いい一日だったんじゃないかなと思っております。こんな感じで、明日は京都店のジャズナイトになっておりまして、麻生ゆかさんが出ております。麻生さんですね。小岩店の方はですね、明日は誰だっけな、小岩店は月曜日、誰でしょう。明日はですね、スリーピースのですね、ユニットですね、こちらジャズ、しっとりと多分お届けします。小岩はエイシンさん、ジョニーとエイシンさんがやるのか、アコースティックナイトみたいな感じでジョニーと一緒にキャロルやるみたいなことを言ってましたから、まあ、ロックンロールバラードとかキャロルのナンバーとかもやると思います。はい、というわけで、はいつるお二人で MTV みたいな、はいどうもこんばんはみたいなで、まあポンさんが楽しみだよね。いろんなタイプのミュージシャンつながってると思います。いろいろタイプで、まあ、YouTube にもね、何件か出ておりますが、なるべく出さないようにはしてるとは言ったんですけど、かなり生喋りもすごくうまくて、その辺も僕も勉強させてもらおうかなと思っております。はい、そんなわけで、京都から今日はお送りしましたジョニエン TV、明日からまた月曜日だけど皆さん頑張っていきましょう。僕も頑張りたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。相手はあっちのこと北淳で、提供のミュージックポータルサイトライブの提供でお送りしました。おやすみなさい。またね、明日。バイバイ。